セカンドキャリアとは、人事労務用語で、第二の人生における職業を意味する。用語としては定年後や脱サラ育児を終えた後などのキャリアを指すが、特に、プロスポーツにおいて多用される言葉であり、その範疇においては、プロスポーツ選手の引退後のキャリアを意味する。J リーグでは2002年より、セカンドキャリア支援のために、キャリアサポートセンターという組織を設置している。 このことによって引退した元 J リーグ選手は、キャリアサポートセンターの支援によって、受け入れ企業が見つけられたり、就職への啓蒙や動機づけが行われるようになっている。また、プロボクシング界では、日本ボクシングコミッションが温度を取り元プロボクサーを警察官採用へ導いているほか、大橋ボクシングジムが焼肉店を開店したり、 新生ボクシングジムが所属選手を営業を及び運営の社員として雇用するなど独自にセカンドキャリア支援に取り組むジムも目立っている。セカンドキャリアはスポーツを管轄する団体のほか民間の就労支援会社の事業としても行われており、例えばパソナがパソナスポーツメイトを設置するなどスポーツ業界の外においても関心は広がっている事柄である。 官民でこうした支援が行われている一方、職業選択に失敗して悲惨な人生を送っているものも多く存在する。例えば元プロ野球選手ならば従来、野球解説者や評論家、コーチなど野球に関する業務につけるものが多かったものの、近年は地上波におけるプロ野球中継の削減などでそうした道が狭まっているのが実情である。 セカンドキャリアで最も苦労するのが、それなりに活躍できていた元一流選手とされる。これは、スポーツで成功できずに早い段階で引退した選手ならば、プライドもないことから、切り替えが容易であるものの、実績を残した選手ならば周囲はどう扱えばよいのか、困るし、本人も一から始めるという意思がない。元選手にすり寄ってくるものも多いため、 引退後に不安になっている状態で話を聞いてしまい、騙されたというものも多い。ある程度活躍できていた選手ならば、現役時代に高級をもらい、金遣いが荒くなっている。だが引退すれば大金が入ってこなくなり地道に、働いてようやく人並みの給料であるため、現役時代の派手な生活を改めないと行き詰まる。だがこれが改まらずにもっと金が欲しいと思った時、 誘惑に負けて詐欺などを行ってしまい、犯罪者となってしまう者も,もいる。2004年には、元プロ野球選手の小川博士が、強盗殺人事件を犯し、大きな波紋を呼んだ。元スポーツ選手による犯罪事件は当人のみならず、当該競技のブランドイメージ低下、ひいては子供にスポーツをやめさせるといった親の意識が、生まれてしまい、普及や強化の阻害要因となり、 スポーツ市場の縮小につながるため、引退選手のセカンドキャリアは、スポーツ界全体で考える必要が生まれている。一度引退した後に、現役復帰する選手も少なからず存在するが、その中には、伊達君子のように、復帰してからが、セカンドキャリアと公言する者も,もいる。ありがとうございます。